皆さんこんにちは、みーたこチャンネルのみーたです。このチャンネルでは私が大好きなコスプレ、バイク、撮影、ダイビングについて配信していきたいと思います。ご興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日は南海さんでずーっと欲しかった LS2 のシステムヘルメットバリアントを購入してきました。これじゃーん、イエーイ。後ほど家で新しくビーコムのインカムを購入したので、それの取り付け動画も撮りたいと思います。後ほどめちゃくちゃかっこいいバリアントのシステムヘルメット紹介しますね。それではレッツゴー。南海部品さんで私がずっと欲しかった LS2 のバリアント、システムヘルメットのバリアントを購入してきました。で、今までもこちらの LS2 のフルフェイスのヘルメット、こちらもすごい気に入っているんですけど、なぜ私が今回このバリアントを購入したかっていうと、夏場にすっごい喉が渇いた時に、フルフェイスだとお水が飲めないですね。一回停車してヘルメット取っちゃう、取って、でそれから飲まなくちゃいけないんですけど、それを着脱を繰り返してると、まずめんどくさいっていうのもあるんですけど、着脱を繰り返してると髪の毛がくしゃくしゃになってしまったり、お化粧がどんどんみるみる落ちていくですね。これ多分バイク女子特有だと思うんですけど、目的地に着くまでに化粧がボロボロになったら嫌じゃないですか。でそれをちょっとでも改善したいなって思って、で今回システムヘルメットを購入しました。それでは開封の儀を始めたいと思います。イエーイ！せーじーじゃーん！こちらでーす。よし。うわ、めっちゃかっこいい。見ますかこれ。こちらです。開けてみますよ。うん。ブーン。ピカ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 。よし。お、まず、じゃあ、じゃーん。LS2 のヘルメットの袋に入ってますね。かっこいい。これ2個目なんですけど、かっこいいですね。いや、まず何が入ってるか。これ、ヘルメットですね。あとヘルメットカバー。そして、こちら、ヘルメットピロー。これめっちゃいいですよね。で、これが、あ、あれですね。ネジチラチラってやつですね。で、あと、こちらが、ピンロック。ピンロック好きでーす。で、これがなんかミラーブルシールド。めっちゃかっこいいのつけてもらいました。今回おまけでつけてもらいました。で、それじゃあ開けてみます。購入してみました。見てください、このここら辺のデザインすっごいかっこよくないですか。私これすごいかっこいいなと思って、でそれではここまず剥がしていきたいと思います。あー、おー、綺麗ですね。やばい、めっちゃ綺麗。それではこちらのこちらも剥がしていきたいと思います。こちら UV が UV 加工もされててめちゃくちゃいい。よし、あ、なんかシール貼ってる。よし、じゃーん。私がなぜこのシステムヘルメットを購入したかというと、
システムヘルメットだと、こうやって飲み物を飲む時とかにこう開けるじゃないですか。でそうするとシンバーがここまでしか上がらないじゃないですか。でもこのバリアントはなんとシンバーがでで180度なるんですよ。なのでこれでこのバイザーを下げるとこのまま走行できちゃうっていう、これがもうめちゃくちゃかっこいいなと思って、夏場はジェットで生活したい、でも冬はフルフェイス、またはロングツーリングの時はフルフェイスにしたいっていう時とかに、これ自由に1個のヘルメットで両方とも使えちゃうっていうのがもうすごいかっこよくて、でこれ例えばコンビニとかの信号待ちの時にドリンク飲みたいっていう時にこう上げて、でゴクゴクゴクってので、これを下げるだけで走行ができちゃう。これがもうめっちゃかっこいい、ほんとトランスフォーマーっていう感じで、それがかっこいいなって思ったのと、もちろんこちらインナーバイザーもついてますよ、かっこいい。そしてここにインカムもつけられるポケットも入っているので、これもかなりポイントが高いのと、あとこのメガネポケットもともとついてるっていうね。あとまあデザインもやっぱり好きで、まあ、これが私の気に入ったところって感じですね。ガシャンガシャンガシャン、かっこよくないですか。めっちゃかっこいいと思うんですよ。私はめっちゃかっこいいと思う。でこれからこちらに新しく購入したビーコムのインカムをつけたいと思います。イエイ。今回購入したインカムはてれれん、ビーコム 6X です。イエイ。今までもインカムを使用していて、中国製のインカムを使っていて何も問題なかったんですけど、なぜ私がこのビーコム 6X にしようって思ったのかっていうと、やっぱり、まあ、日本製っていうのもあるし、日本って一番ユーザーが多いっていうことで、これから私いろんな方とツーリング行ったりバイクの輪を広げたいなって思っているので、新しいインカムを購入しました。あとナビをしながら通話できる、音楽を聴きながら通話できるっていうのもやっぱりすごく魅力で、今使ってるやつだとやっぱりどっちかになってしまうんですね。で今回こちらを Bcom6X を使うことでそれ改善できるんだったらいいなと思って購入しました。ただ今メーカーさんの方で素材が手に入らないから品薄不足、左手の方で品薄不足になっている関係で価格が高騰していて、でシングルのユニットの金額が結構上がっていて、なので、探してフェアユニット、お友達と半分かっていうことでフェアユニットを購入することで、価格帯的にはそんなに高騰した金額ではない金額で購入させていただきました。それでは取り付けたいと思います。イエイ。Bcom取り付け完了しました。イエーイ。いや、Bcom の取り付け動画を撮ろうと思ったんですけど、意外と苦戦してしまって取り付け動画は撮れなかったんです、ごめんなさい。ただ見てください、これめちゃくちゃかっこいい。起動したらこれでピッてやって起動するんですけど、 Bcom 起動しますっていう声がもうめっちゃバイオハザードのレッドクイーンみたいな声で、もうなんかすごい未来空間に行ったようなかっこいいイメージがもう頭によぎって最高でした。で実際に使ってみて、音楽とそれは使ってみたんですけど、どっちもクリアに聞こえてすごい良かったです。いや、ビークもいいですね。早くグループツーリングめっちゃしたい。
かがだったでしょうか。実際に走ってきた時にやっぱりヘルメット喉が渇いたっていう時にこうやってガシャガシャガシャって一番後ろまで180度開いてジュースが飲めるっていうのはもうなんかすごい画期的でした。やっぱ気持ちいいですね。なんか好きな時に我慢せずに飲める、最高、ありがとうございました。そしてビーコム、今回はあの LINE で通話をさせていただいたんですけど、実際にビーコム同士とかあのインカム同士で喋ることがまだ一人だったのでできなくて、次こそやってみたいなって思います。でこのビーコムのこのアプリ、このアプリなんですけど、とても使いやすくて設定とかも分かりやすくて良かったです。今日はなんときのちゃんのガレージから配信しています。きのちゃんにまたがりながらの配信になります。実際に使ってみて良かった点と気になった点を紹介したいと思います。まず一つ目と、やっぱりもう何度も何度も言っているんですが、ワンタッチでのジェットヒルからフルフェイス、フルフェイスからジェットヒルに交換できる、変えられる、それがもうすごい画期的で、なんかもう、もうすごいかっこいいなって思いました。信号待ちの時とかにこうガシャン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 ってやりたくなる、もうそれはもうこのヘルメットだからこそできることで、だからこそ自慢したくなりますね自慢したいヘルメット。2つ目、 LS2 はあの海外のブランドだからこそあの頭が少し小さめに作られていて、でもこのバリアントは日本人向けに改良されていて、と前のあのフルフェイスタイプのやつよりすごく快適にゆったりしてて快適に過ごせるっていうのがすごい良かったです。3つ目、インカムを簡単に装着できるっていうことです。とこのヘルメットの内部にインカムを入れるスペースがもう元々用意されていて、ビーコム6を取り付けたんですけど、そのヘルメットのこの耳のところにちょうどパコって入れられる、これがすごい良かったです。ヘルメットのここちょっと見えますか、ここに、ここにヘルメットのスピーカーを入れるくぼみがあるんですね。これいいですよ、やっぱり耳が痛くなったりしないので、これはもうこれからインカム使うことってやっぱり多いじゃないですか。インカム取り付け考えてる方はめちゃくちゃおすすめでした。4つ目、化石リオンシステムヘルメットってどうしても化石リオンがすごいって聞いたんですけど、これ全然システムヘルメットの割に化石リオンがしないですね。あのしないってわけではないんですが、LINE 通話をした時に実際に相手に、化石リオンすごいいいとかいろんなこと聞いたんですけど、全然大丈夫っていうふうに言われて、で私自身も実際にこの化石リオンがするか気にしてたんですけど、実際にあの音楽とか普通に楽しめてすごい、それも良かったです。5つ目、コストパフォーマンスがすごくいい。日本のヘルメットに比べてやっぱりコストパフォーマンスはすごく良くて、でも海外ですごい有名なヘルメットの会社なので安全性も高くて、なので、あ、それと元々にピンロックシートとインナーバイザーが入っているので、何も買わずにこれ一つでできるっていうのはすごくもうお財布に優しいし、もうありがたいですよね。結構探したりするのも大変だし、もうなんかこれ一個買ったらもう全部揃っちゃうみたいな、そこがすごいお気に入りです。6つ目、このデザイン性がめちゃくちゃいいんですね。 LS2 のヘルメット大体デザイン性がいいんですけど、これさらにこの近未来的な宇宙を連想させるようなデザイン、私はこれにすごく気に入りました。あと日本で使ってるユーザーさんが少ないから、それももうなんか特別感があってすごいいいです。これ私のヘルメットだよってなんか胸張っちゃう、なんかいいですね。やっぱりみんなと違うからこその優越感もちょっとあります。気になったところ1、フルフェイスに比べてやっぱり
少し大きくて重いので首がちょっと疲れるかなって。でもこれも慣れれば全然大丈夫だと思うんですけどね。2、生産終了でもう売ってない。もうこれはしょうがないので新しいモデルを期待するしかないですね。楽しみです。3、シールドの開け閉めが上の方に爪があるので慣れるまでちょっと頑張らなくちゃなって思います。気になる点もありましたが、でもそれどころじゃないメリットだらけのヘルメットなので、もし気になった方はもう生産終了ですが、まだ売ってるお店はあるらしいのでぜひぜひ問い合わせてみてください。めちゃくちゃかっこいいです。めっちゃかっこいい。で、新しいヘルメットに新しいインカムもつけて、ビーコムですね、これもつけたので、これからいろんなところにツーリングに行きたいと思います。イエーイ。これからの私の相棒です。この動画が少しでも楽しいって思ってくださった方、興味があるよっていう方、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。